ちょっとごめんなさい、インタビュー途中だったけど、最後ちょろっとマッチアップもあったけど、そうそう、中学校ぶりに、まあ、対戦するのは初めてで、まあ、久しぶりで、まあまあ、やることできたんで楽しかったです。そうですね、やっぱ、まあ、小中と一緒にやってきて、まあ、高校から道外になったんで、まあ、なかなか対戦する機会はなくて、今日初めて対戦することになったんで、まあ、すごい楽しかったです。アタゴの前はアタゴ東？そうです。あ、名門を通って全中じゃねえ全土優勝して、そうですね、全然1位取って北海道国際行ってまあ7年間離れて最後にそういう形で巡り合わせになったけど、はい、そうですね、やっぱ中学校、まあ、高校は全国でも会えなかったんで、まあ、久々バスケのプレー見たんですけど、やっぱスピードも速くなってたし、ハンドリングとかもめっちゃ上手くなってて、ですね、最後同じ舞台で、まあ、戦うことできて本当に良かったです。まあ、そうですね、自分も、まあ、同じ気持ちなんですけど、やっぱ運命というかそういうのも感じて、やっぱりフィジカルもあってスリーも打ってて、すごい、まあ、いろんな強豪校を経験して、まあ、すごい揉まれて上手くなってるなって思ったのが印象です。ここから一緒にバスケやることとか、地元帰ったらバスケするんですね。